慶長伏見地震は、文禄五年うる7月13日市の時に、山城国伏見付近で発生した大地震である。慶長伏見大地震とも呼称される。京都では、伏見城天守や当時、天竜寺等が倒壊し、死者は1000人を超える。現在の京都伏見地震による死者数の合計は、京都や堺で1000人以上を数えたと伝えられており、 完成間近の伏見城天守もこの地震により倒壊し、城内だけで600人が圧死したと言われている。京都では、当時、天竜寺、二村院、大覚寺などが倒壊し、被害は、京阪神、淡路島の広い地域に及び、大阪、堺、兵庫では、家々が倒壊した。また、現在の香川県高松市でも、共振を伴ったとされている。木津川川ど遺跡、 内里八丁遺跡などでは顕著な液状化跡が見つかり、田松電中遺跡や田能高台遺跡などで液状化現象が発生した痕跡がある。また、今城塚古墳と西旧女塚古墳における墳休の地滑りは、この地震による地震動によるものであると推測されている。また、現在の徳島県鳴門市の宮地区で生じた隆起は、潮田開発の契機となったと考えられている。 この地震による著名な死者としては、加賀つめ聖章、横浜一案がいる。この地震の4日前には、現在の愛媛で、中央構造線を震源とする慶鳥伊予地震が、また前日には、現在の大分、別府湾港付近で、別府湾、秀で断層帯の頭部を震源とする慶長文語地震が発生しており、双方の地震による、誘発地震の可能性が指摘されている。 これらの天変地異が影響して、同年中に文禄から慶長へ改元が行われた。また、兵庫県南部を中心に、甚大な被害となった1995年の兵庫県南部地震は、本地震で破壊された六甲、淡路島断層帯における地下深くの滑り残しが原因で発生したとする説が発表されている。地震の中、秀吉のもとに駆けつけた、加藤清正。 月岡義俊市筆歌舞伎、造穂桃山丹の通称である。明治2年東京市村座で上演された。内容は、伏見王自身の時、石田三成の残言で秀吉の怒りを、開平門中の加藤清正が第一番に、豊臣秀吉のいる伏見城へ駆けつけ、動けない秀吉を恩仏して脱出させ、平門を解かれるという話である。だが、 地震発生から2日後の日付でこの地震について両国に伝えた清正地震の書状には秀吉一家の無事であったことと自分は伏見の屋敷がまだ完成していなかったために被害を免れたと記されておりさらに京都から駒を取り寄せる予定であったことも書き加えられているつまりこの地震の時に清正は伏見でも京都でもなくおそらく 大阪の自分の屋敷に滞在していたとみられ、この逸話は史実ではないことが明らかと言える。ありがとうございます。